ドジンボックスが届いたので開けていきます。プレゼントでいただきました。あ、かわいい。こんな感じ。ドギーボックスはテーマに沿った可愛いおもちゃとナチュラルなおやつを毎月お届けしますって書いてる。国内生産のおやつ、低カロリーで栄養価を高いおやつをバランスを考えてセレクト。こんな風に小型犬、超小型犬とか中型犬サイズによってボックスを選べるんだね。あー、こんな感じで入ってんのかな。じゃあおもちゃがいっぱい、うん、3600円、初回限定お試しは1800円、届けサイクルは1ヶ月とか。わあ、かわいい。かわいい。あ、待って、虫よけスプレー入ってるかも。めっちゃ嬉しいんだけど。一歩行くたびにさ、毎回蚊に刺されて帰ってくるからさ、虫よけペット用じゃない。あ、ペット用か。今月はワンちゃんが外出するときも快適でいられる体に優しいハッカオイルのボディスプレーをお届け。あ、なんかボにふっかけるってことか、うん、お散歩前や室内で虫が気になるときって書いてる。パートナーの体、アットナーの体、生活飼い主もいけるんじゃん。パートナーの体にかける場合は全体にスプレーをよくなじませてくださいって。パートナーって私のこと言ってるの、うん、パートナーってボのこと言ってるのかな。犬が使えるならさ、人間も使えるはずだけど、一応犬猫用って書いてるから。精製水、ヤシ油、ハッカ、生産国日本。え、これめっちゃいいやん。そんなきつくない。でも匂い、来た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 よ。お前のものだよ、お前のものだよ。全部お前のボックスプレゼント。あ、誕生日だから、父ちゃん今月早めの誕生日プレゼントをもらったということで、ありがとうございます。1歳になります。あー、やめろやめろ。ダンボールが好きなんですよ。ダンボール見るとね、ちょっと興奮気味になっちゃって。あ、すごいわ。あなた絶対こっちよりもこっちの方が好きなんじゃないかな。見て、ボンちゃん、よかったね、あんた。いつもピンクのなんかボール、100均の犬用のボールしか遊んだことないから、ボン。いつも100均のこういうボール、ちょっとこういうね、安いやつで済ませてたので、なんかいいね、よかったじゃん、あんたこんな立派なおもちゃで、かっこいいロケットの。やっとかっこいいものもらったって。あ、音も鳴るよ、このおもちゃよ。すごいすごい、興味が。あ、めっちゃ匂い出る。食いつきそう、これは。ちょっと待って、家具取るから待って。取れた今の。勢いがすごいのよ。嬉しいのは分かったから、待って、行くわよ。行くわよ。はい。まあ、興味は持ってくれてます。カラ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 、音も鳴るし、大きさ的にサイズが合うね、このおもちゃ。いつもなんかちっちゃいおもちゃでさ、物足りなさそうだったから。中型犬やからね。うん、一応ね、いいんじゃない。坊ちゃん初めてのぬいぐるみじゃない。あ、そんなことないか。100均のちっちゃい犬用のぬいぐるみ持ってたけど、その辺にポイしちゃったから、こう。で、はい、次、マグロジャーキーが入ってた。よかったじゃん、新しいおやつ楽しめるじゃん。これは鹿ポキポキジャーキー、エゾシカミンチ肉をスティック状にしたやつ。ポキポキカットして与えてください。あ、ポキポキカットして与えるから鹿ポキポキジャーキーで、次、あ、これだ、これで終わりだ。これは馬肉ふりかけ。福岡でこだわりのおやつを提供するボンルパ、ちょっと英語は苦手で分かんない、の馬肉のふりかけ。馬肉は高タンパク低カロリー、福岡の落ちやすいこの季節、トッピングとしてお楽しみください。だから、いらんもん。ご飯の上に振り、ほんと振りかけたね。ご飯の上にこれ振りかけてあげる。次はマグロジャーキー、お刺身用のマグロだけを使用した香り高いマグロのジャーキーですって。香り高い漆黒マグロのジャーキーです。袋を開けると香るスモークとマグロの本来の味をお楽しみください。こんないいマグロ普段食べないから。煮干しバーカー食べてる。そうそうそう、煮干しバーカー食べて、おやつと言ったら。まあ犬用のね、煮干しマグロなんて、まあうちらが食べて、もうよだれついて。あんた、こんな遊んでくれると思わなかった、うん、食いつきが良かった、うん、あんまりね、
食いつきいいのと悪いのはっきり分かれるから、うん、なんだろう、やっぱこういう音なんだろうね。カシャカシャカシャカでビニール音。きたきた、すごいすごい。おいで、よかったね、あんた便利で。すごい顔でこっち見とる。めっちゃ見てる。はい、じゃあ今日はマグロのジャーキーからあげようかな。こんな感じなの。あ、こんな感じなんだ。うん、匂いが人間でも食べそうな。もう食べるか。よし、絶対美味しいよ。普段さ、ボールちゃんとかさ、そういうの食べてるからさ、まさかの自分がマグロのおやつを食べれると。しかもさ、いい感じのマグロなんでしょう。美味しいね。よかったね。誕生日だから今月は。じゃあ次これもあげてみようか。ポキポキジャーキーだから、ポキポキしてあげるね。なんかドンキとかで売ってるよね、こういう酒のつまみ。ボールジャーキーね。人間用みたいな。うん。グアムでこういうの、今は。でも肉の匂いする。あれみたい、もぬけ姫の。分かる人に分かる。もぬけ姫のサンがアシタカに与えたやつ、うん、自分に好きだったら分かる。それに似てる。あ、簡単にでもポキポキできる。確かに。はい、アシタカ。よし、うまいだろう。なんでこんなおやつくれるんだろうと思って、いいのかと思って。おって、わ、見てごらん。こういう時だけ早い。そう、早いんおやつの時のお手は。あ、見て、匂っとる。かわいい。おかわいい、もう、でも同じ手よ、もう。こっち、こっちの手。こっちの手、こっちの手。おやつ見とるよ、ずっと。よし。おいしい。で、このジャーキーなんかめっちゃ切りやすい。こういうなんか切れ気のジャーキー買ったことあるんですけど、正直ちょっと。商品名買ってたけど、このジャーキーも多分ポキポキ切るタイプのジャーキーで、ちょっとこっちは正直硬いんだよね、切れば。結構力入れないと細かく切れない、ほんまに切れないの。えっ、みたいな。けどこっちの方がなんかごつそうに見えるけど、色とかシャリって取れる。でしかもこっからもちっちゃくできるよ、簡単に。これはもうここまで来たら絶対割れないし、切れやすいのいいね。丸々一個でかいなって思う時あるもん。トイレとか成功した時にすぐおやつとかあげるんで、たまに未だにちょっと違える時が、興奮して分かんなくなっちゃう時があるから。あと嫌がらせ、ちょっと私らに不満がある時に、分かってるのに遊ぼうがトイレってたまにね、全然違うとこにするから。よし、の誕生日プレゼントです。ドギーボックスさんからのボーの誕生日プレゼント。そんなこと、ふうたちゃんおやつコレクション、毎日違う味が楽しめるじゃん。いつもボーロでごめんね、ボーロでごめんね。多分袋からマグロの匂いがするんだよね、すごいもん勢いが。鼻がいいから分かるんだよ、すごいすごいもん。うわ、遅いしたよ。あげなきゃいけなくなるじゃん、そんなお座りされた。でも甘やかしたらデブの元だから。夜ご飯はこれかけますからね、楽しみにしててね。すごいすごい。このおもちゃで遊び、ほりゃ投げ込んだ。まあいいの、おやつが一番よ、棒は。だってさ、匂うもん、いい匂いするもん。だって香りがさ、いいって書いてある。いいもん使ってるから。まだいっぱいおやつ食べたじゃん。もう明日食べないで。ね、でも普段からあんまりおやつ与えてないんですよね、言うほど。なんか太っちゃうとダイエットをするのがちょっとめんどくさいだろうし、大変だと思うから、後のこと考えてあんまりおやつ普段からあげてなくて、かわいいねって言ってあげることはない。本当なんか成功した時とか、あげても1日1、2回ちょっとボールあげるとか、そんな感じだから。あ、散歩行く前にハーネスも全然つけてくれないから、ハーネスをうまくつけてくれたら、えらいじゃんって言ってボールあげるくらいで、今日はプレゼント届いたんで、いつもより一歩おやつもらってすごい嬉しいと思うし、満足パンパンやん。お花見には食べてないけども、いつもの 1,2 個のボールもらうだけの棒が、今日はジャーキーまで食べて、 1,2 個どころじゃないもんね。今日おもちゃももらって、ハッピーバースデー to you で、ハッピーバースデーボー。あ、ゲップした、デブめ。食べて満足でゲップか。1月31日、ボーは1歳になるんですけど、どう？どう？うわっ！また
誕生日の YouTube もあげようかなと思ってるんで、よかったら見てください。ライブ配信はちょっとライブ配信とかやってみてくださいって言われてコメントで来てるんですけど、言うてそんな登録数もめちゃくちゃ多いわけじゃないのにライブ配信してポツンポツン 1,2 名しか見てなかったらめちゃくちゃメンタルやられるから、そのライブ配信も怖いな。するの見てくれる方コメントください。もうそんなんすることになるじゃん。やめてよそんなこと言うの本当にさ、私メンタル弱いからさ、視聴者数ゼロとかなった瞬間を切るで、もうすぐにボンと私がやられる。心が喋りも別にさ上手いわけでもないしさ、滑舌も悪いのにライブ配信したらさ登録人数も減っちゃうかもしれないし、でもしてみたいなとは思う。需要あるかなって思って誕生日ね、何祝ってもらった方が喜ぶんじゃない見るな生まれて初めての誕生日、このコロナだからどこお出かけするわけにもいかないから家で盛大にやってあげようかなっつって何かプレゼントも軽く何かあげれたらなと。でもなんか結構今日のボックスで誕生日並みのプレゼントもらってるからもういいかなとか思ったり飼い主からはね、どうだろう、プレゼントいる？毎日ね、あんたのうんちも拾って。8月31日です。今は11ヶ月、この貫禄でまだ1歳じゃないね。もう1歳なんだと思ったり、まだ1歳じゃなかったんだと思ったり。じゃあチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。頭下げてる。どうぞお願いします。いつも皆さん見てくれてありがとうございますじゃあバイバイじゃあ